ジーノジーンスタートです。私がジンちゃんの聞き込んだ情報をもとにお送りする世界ピカイチツアー。今回ジンちゃんが訪れたのは世界中が熱い視線を注ぐ憧れの街、花の都パリでございます。はい、ジンちゃんが聞き込んだピカイチ情報、特に注目なのがこちら。さあ、世界的な有名ブランドのモデルを務めるアンクデール・アメスロンさんなんですけれども、素敵なパリの最新ファッションを紹介するわとおっしゃってます。ちょっとこれ女子は楽しみですよね。はい、それでは参りましょう。パリのピカイチツアー、どうぞ。今回のパリへは羽田、成田、関西の3空港より毎日運航。パリを拠点にヨーロッパ最大級のネットワークの翼を広げるエールフランスで到着。ルーアンへはパリから車でおよそ1時間半。あのジャンヌ・ダルクが最後を遂げた地としても知られる歴史が息づく街。そんなルーアンでジンちゃんの目に留まったのはある人たち。あれ、どれ、私たちはルーアンの歴史を取材するために来たんだ。モネで有名な大聖堂には行ったかい？あそこは見る価値があるよね。街を代表する建造物、ルーアン大聖堂。印象派の画家モネは向かいのアトリエから見える大聖堂を朝から晩まで時間経過とともに33点の作品として残しました。さらに街を散策中、ジンちゃんの目に飛び込んできたのは不思議な器具を足につけてジャンプする集団。これはノルマンディジャンプっていう最近流行のスポーツさ。この弓のような専用器具を足に取り付けてジャンプしながら技を競うんだそうです。うわー、やりてえ。嘘。技を見せてもらったところで早速聞き込み。それなら向こうの川沿いにある青い建物は楽しめるよ。行ってみて。僕たちはもう帰るよ。あれですか。ジャンプやったことあります。あれベッキーやったことあるの？ロンドンでやりましたね。結構難しかったですけど、あの宙返りとかもできたりとかして、怖いですよね。ベッキーさん宙返りしたんですか？無理です。さすがに無理でした。日本にも来てるのかな。やってる人はいるかもしれないですよね。